ミスった。I love you ありがとう。ハート I love you ありがとう。見てキティちゃん超可愛くない？これね、なんかリボンキラキラしてて、なんかめっちゃ可愛いねん。この実は文字もキラキラしてる。でも見えへんねんな、悔しい。ハートありがとう。お疲れありがとう。ユキありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。うわ、難しいタイプ。ハピセット見た。あれは絶対になんか50種類ゲットします。もうね、維持になっちゃいそう。50種類もあったらもう維持になって頑張ってゲットします。劇場3ヶ月ぶり、久々。見てた京香のこと。あとありがとう。ゆきありがとう。50種類やばい。なんかラインナップ見てもう可愛すぎてめっちゃ全部欲しくなった。きょうちゃん世界一偉かったよね、ありがとう。きょうちゃんも見てた。久々にありがとう。レインボースターハートユキありがとう。ミラボーありがとう。ブラボー全部可愛かった、ほんまに。ハートありがとう。ユキありがとう。ユキだよな、ありがとう。ハートユキありがとう。ありがとう、また来てね。そう、あのクロワッサン、ミユさんがクロワッサンをくださったんですけど、11期の3人に2日連続お疲れ様ってことでくださったんですけど、あのそのクロワッサンめっちゃ食べたくて、ずっとアンズと言っててさ、あの食べたい、買いに行こうってずっと言ってて、なんか前通った時になんか緑色のやつだけ残っててラスいっちゃったんですよ。その味しか残ってなくて、あーもうこれしか残ってないねってなって、なんか抹茶しか残ってないと思って、抹茶に見えたから、あ抹茶しか残ってないわみたいな言ってたら、ちょうど店員さんが近くにおって、あこれピスタチオですよって言われて、ちょっと気まずかった。ピスタチオかってなった。ピスタチオ美味しそう。ピスタチオやったね。ハートありがとう。そのキティちゃんの T シャツ超可愛くない？見える？え、そう、抹茶かと思っちゃった。ピスタチオっていうのさ、抹茶に見える。ゴンちゃんピスタチオじゃなくて抹茶。え、次のやつってこと？ハートありがとう。え、ピスタチオ飲んで食べてみたい。なんやっけ、ゴンちゃんか。ストロベリーと抹茶。え、なんでピスタチオじゃない？
雪だるまありがとう、ハートありがとう、雪ありがとう。やっぱね、多分自分もそっち側の人やってんけど、あの多分ピスタチオは食わず嫌いしてる人がめっちゃ多いと思う。で自分もそうやったから、ちょっとほんまにあんまり責められへんねんけど、京香も実はピスタチオ食わず嫌いしてて、なんか普通に豆ってどういうことと思って、なんか味想像つかんからあんま手出せてなくて、ずっと食べたり、なんかわざわざピスタチオ味のものがあっても食べへんかってんけど、実際あのゴンちゃんのピスタチオ飲んでみたらもうほんまに美味しくてめっちゃハマってんけど、でもピスタチオ大好きになったのに今年はないみたい。あのゴンちゃんのピスタチオが大好きやった。そう、ピスタチオ味のものを京香もめちゃめちゃ食わず嫌いしてた。なんか別に嫌いとかじゃなくて、わざわざ頼まんかなって感じ。なんかもともとそんな味冒険する人じゃないから全然飲んでなかったんけど、飲んでみたらめっちゃ美味しくて、もう忘れられない味。なんかホットがめっちゃ美味しかった。もうゴンちゃんのピスタチオほんまに人生変わる、ほんまに美味しかった。だから悲しい、飲みたかった。そんなんじゃ冬越されへんねんけど、無理、どうしよう。でもね、去年のやつよりも一昨年のやつの方が好き。一昨年のダブルピスタチオウーロンミルクティーがもう忘れられへん。そう、ピスタチオって選ばんよな、めっちゃわかる。全然なんか友達もピスタチオ食べたことないみたいな子めっちゃ多いし、今日かもピスタチオ自体は食べたことないし、なんならこんなにピスタチオのゴンちゃん大好きやのにピスタチオ味のお菓子とかは選ばん、正直なんかチョコレート味といちごピスタチオって並んでたら絶対チョコかいちご選ぶもん。やっぱそれぐらいピスタチオって需要ないんや、きっと。キャピカツしてなかったらピスタチオ選んでない。やろ、今日かもその飲む機会がなかったら絶対飲んでなかったから、苦しい。出会えたのにさ、出会えてなんか美味しかったからめちゃめちゃ幸せやったけど、別れ来てほんまに苦しい。あのほうじ茶クラシックティーラテもそうやけど、なんか苦しいよな。出会えて、いやほんまにこれ飲んでない人絶対人生損してるやんってぐらいなんか幸せな気持ちでさ、あ出会えてよかったって思ったのに、亡くなったこの見捨てられた感。ピスタチオブーム、あ確かにピスタチオブームあったっけ、なんかちょっと流行ってたよな一瞬。きょうちゃんだよ、パナイ。え、そうわかる、出会う方が幸せやったかなってなる、めっちゃわかる。キャラメルマキアート、うわキャラメルマキアート最近飲んでないわ、飲もう、美味しいよな。いや儚い、ほんまにピスタチオ儚いな。ハートありがとう、オーナメントありがとう、ハートありがとう。いやピスタチオまさかこんなに儚いとは思わなかったよ。 I love you ありがとう、ハートありがとう。ありがとう。こんなにスタバ行ってるのにキャラメルマキアートあんまり飲んでない。今日かのおかげでピスタチオの味噌知った。いやでもほんまになんか機会がないとなかなか
踏み込めない味してると思う。いや味は美味しいけど見た目なんやろ、偏見かな。やっぱりなんかピスタチオほんまに飲む機会とかなかったら今日かも一生飲んでなかったと思うな。苦しい。飲まんかったよかった、こんな思いするなら。てか今日もあの須田さんの本をいただきました。ピス、あのプレゼントありがとうございます。でも誰からかわからんくて、誰からだろう。ゆきありがとう。あとこれです、かわいいキティちゃんのクリスマスツリーカードだって。ちょっと開けてみよう。誰からやろう。みんなよかったらあのお手紙とか、お手紙あのめんどくさかったら書かなくてもいいけど、僕からだよってなんかメッセージあったら嬉しいの。これかな。あ、これ、え、違う、違う、あれ誰からだろうかにゃ。かわいい封筒、めっちゃかわいいこれ。え、かわいい、キティちゃんのクリスマスツリー。え、誰からだ。ありがとう、誰かわからんけど、I love you、 ありがとう。クリスマスツリーの日ってなんか聞いたな。ハートありがとう。どういうこと。長文で書きますので嬉しい、待ってるよ。誰からだろう。え、かわいい、あのキティちゃんがさ、これ雪だるまになってる、かわいい。すごっ。え、めっちゃかわいい。それクリスマスコーナーにしようと思って忘れてた。え、違うな。え、どれからやろう。かわいい。誰々キョッピーへ、誰々よりだけでも、だけでいいので、よかったらなんかカードとかぜひ書いてくれたら嬉しいです。でもお手紙欲しい。今日かみんなの気持ちが知りたい。みんなお手紙ちょうだい、愛くれ。光る、すごっ、そんなんあるんや。ゆきありがとう、ハートありがとう。おかえり。ゆきありがとう。お手紙嬉しい。ハートありがとう。いや待ってるよ。頑張って年内に送ります。え、嬉しい。その前のお手紙もめっちゃ嬉しかった。あと
ゆきありがとう。お手紙って嬉しいよな。みんなぜひお手紙ください。お手紙ほんまに頑張れる。なんかね嬉しいんですよ。お手紙っていいよな。ゆきありがとう。手紙っていいですよね。最終力最善すごー。強運の持ち主いっぱい見るね。なんかえすごい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 。そう形に残るから、なんかメッセージってまあなんかまあスクショできるけど、でも形としては残らんしね。そのメッセージ文面なんかむずい。 I love you ありがとう。ゆきありがとう。やっぱねお手紙って物固形物固形物としてさなんか残るやん。素敵。強運の持ち主すごい。千秋楽最善は強いな。きょうちゃん手紙書くね。嬉しい待ってるよ。嬉しい。きょうちゃんからラブレターもらったからお返事書こうかな。待ってるよ。嬉しい。手紙読みたい。手紙ってねみんなが想像してる何倍も嬉しいんですよ。やっぱなんか書いてくれるの手書きの温かさと言いますか、なんかありますよね。あ無理だ。ここに楽しかったね。ありがとう。今日もねキティちゃん見つけたよ。3列目のほぼセンター。めっちゃいいやんね。3列目とかめちゃめちゃ見やすいんじゃない。水色財布って応援してね。てか今日の公演どうでしたか。褒めてほしい。褒めて。書き間違えするのめっちゃわかる。今週末旅立っちゃうから帰ってきたらお手紙書く。嬉しい待ってる。気をつけてね。どうでしたか今日は。ハートありがとう。笑顔良かった。表現の仕方変えてて嬉しい。お化粧可愛かった。シンプルに嬉しいね。ありがとう。あとありがとう。褒めて褒めて。そうなんか歌割りあのアンズと京香とわっかわいいクマ、あのありがとうありがとう。逆サイドあー確かにしょぼんだな。 I love you ありがとう。また来てね。ありがとう。あのそう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 、あのアンズとくーちゃんと京香の歌割りが多くて、特にライブマスター多くなかった。結構3人並んでておーってなった。あとラブリノベーションではあの研究生4人の歌割りがありました。ゆきありがとう。想像を超えてき改めてすごって思った。嬉しい。褒めてほしい。ゆきありがとう。ゆきだるまありがとう。ブギ付けだった。嬉しい。エンジン覚えます。エンジン覚えれないです。K2 もエンジン覚えれないし早いんですよエンジン。ハートありがとう。
エンジンってさ、速くないスピード、ついていけないんですよ。アズクルッピー並んでたとこはいた。アズクルッピー並んでるとやっぱ湧くよな。K2 のエンジン超速い。もう終わってるもん、気づいたら。ああってなる。なんかあーってなっちゃう。ハヤト、ありがとう。ちょっと頑張って覚えます。バレてた。そう、めっちゃびっくりして、あの完璧に言えてたっていうのを聞いてめっちゃびっくりして、その後暴露されたからね。バレてた。エンジンむずすぎる。でも今日がもうね、エンジン言えるようになりたいんですよ。マジ頑張ります。ハートありがとう、ハートありがとう。昨日時間がないやって、今日ライオブくんにてあのパフォーマンス出せるの尊敬しかない。嬉しい、ちょっと褒めてほしい。めっちゃ褒めてくれてる、ありがとう。やっぱ褒められたら頑張れる。ちょっとさー、明日も頑張るから褒めてください。もうほんまに褒められたい。今日か、今日かも褒められたい。今日かだって褒められたいよ。便りは翼だけだ、最高に良かった、嬉しい、やったね。みんなは京香のこと褒めてくれるから好きだ。褒められたい。かわいい、ありがとう。明日は公演じゃないです。ハートありがとう。出動案件ですか。出動案件です。やだ、昨日のベスティとてもよかった、よかった。キュちゃん好き、嬉しい。今日劇場で一番気になったキュピ、嬉しい、ありがとう。また会いに来てください。嬉しい、頑張ってるのにな。ハートありがとう。人生って難しい。ユキありがとう、ハートありがとう。明日も頑張るか。向上してる、嬉しい。人類で一番可愛い。わーい、きょうちゃんだけ見ててください。前の方で、やった、頑張るよ。おお、2週連続、すごい。楽しもう最後のウィーヤー。ハートありがとう。20日、ああ S 公演だ、次20日か。なんかめっちゃ開くな。ションション。ハートありがとう。センターのきょうちゃんね、センターのきょうちゃんもいつか
見れるように頑張っていこうね。頑張っていこうな。ハートありがとう。ありがとう。 S 公演の拠点すぎて、ほんまに嬉しい。ありがとう。 I love you。 ありがとう。コマありがとう。わしのキティちゃん、これのことかに。ティーツリー、これかに。ユキありがとう。めっちゃキラキラしてて、嬉しい。目線、視線の配り方うまいな。ほんまにちょっとね、頑張っていっぱい見た。自分含めやられた。今日めっちゃ踊ってたな。なんかの曲めっちゃ踊ってなかった。なんか今日もいっぱい踊ってるなと思って見てた。立ち見は踊ってなんぼですから。ハートありがとう。最近どない、ぼちぼちでんな。みんな最近どうですか。三流くじのラスト、まだ来てないっぽいです。なになに、嬉しいんだキロ。楽しみなこと聞いちゃった。公園のカメラ目線、昨日の公園のカメラ目線頑張ってね。カメラ見た。なんかでも S 公園カメラ見てるっけ。なんか終わっちゃう。いやもう楽しくてね、いっぱい踊ってた。面白かった。どれやっけな。ハートありがとう。首の使い方、おー嬉しい。愛それ褒められるんですよたまに。頑張ってきてよかったなって思います。頑張ってきたわけですからね。先輩しようとしててみんな可愛かった。そうだよ、先輩しました。非常にあるかな。次行くのはいつだ、この日か。今から全部返信する。嬉しい、待ってるよ。ゆきありがとう。トナカイ生写真申し込んだ。ありがとう。そう、今日 X 載せたの見てくれた。クーミンの話しかけていいですか、かわいすぎた。強化は、強化は、トナカイさんはもうね終わっちゃう。あ、違う、あと40分30分、あ、30分いける。あと30分いけます。もう終わったかと思ってた。あとね30分いけるので、トナカイの写真ぜひゲットしてください。 X 珍しくキョウちゃん載せたので。あとファンクラブ SK ファミリーに入ってる方はトナカイじゃなくて、あのなんだっけ、ピエロの写真が今日までなので、レスキーファミリー入ってない方はぜひ入って、あのピエロの写真ゲットしてください。京花さんって呼ばれたい。キレキレだけど柔らかいダンス好き。嬉しい、いっぱい見てくれてありがとう。トナカイ可愛いでしょ。見やすい席だったから楽しみ。見つけるな。今年中に京ちゃんにもう一度会いたい。会いに来てよ。オーナメントありがとう。そう、トナカイ、あの首に鈴ついてて可愛いです。ぜひあのこの投稿もいいねをしてリポストして、あのね、いろいろお願いします。可愛
はい。ね、早く今日が参りたい。ちょっと最近会ってないんじゃないか。京香ちゃん、京ちゃん見に来てよ。この首に鈴ついてんのめっちゃ可愛くない？キョピトナカイさんだよ。みんなのとこに連れてってくださいな。コメントありがとう。ぜひあのコメントしてください。1日半ウィーヤーか。え、なんだ、明日超えればまたこう劇場にいるってことか。あとありがとう。明日も頑張ろう。ションション明日も頑張りください。いやちょっとやばい。そう、サンタさんもトナカイもいます。トナカイです。ションション褒めて、ファイト。おー、ありがとう。帰宅中気をつけて、右見て左見て後ろ見て前見て帰るんだよ。え、てかもう1週間後オープニングアクトしてるのか。早い。できる子。そう、1週間後にはねもう2公演終わってる。きょうちゃんにもサンタさん来ますよ。今日はでもね、あんずちゃんとたくさんはしゃいできた。なので明日も頑張ります。そう、キティちゃんあげた。ハートありがとう。コメントありがとう。オーナメントありがとう。なんかオーナメントで合ってんのかな。なんかずっとオーナメントって言ってるけど、オーナメントやな。でもシャンシャンが褒めてる。何なぬ、会いたい、シャーシャに会いたい。無理、シャーシャに会いたい。シャーシャに会いたい。シャーシャ何の話してるの。ガンミ、なに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 、何の話、ちょっと何、ハートありがとう。何、ガンミキョピ、ちょっと待って、何の話、ちょっと怖いって。何の話や。え、何今日の話これ。かわいいシャシャ、かわいいシャシャ。エンジン前ずっと目を見られて。いやちょっとね、あのすごい
見つめちゃう、めっちゃめっちゃ見ちゃう。だって可愛い。ああ、そう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 、あの世界一可愛いですねって言ってた時の話だ。そう、マジで久々すぎてシャンシャンに会えるの、喋れるのが、でなんかもう可愛すぎてめっちゃ見ちゃった。で1秒たりとも目離したくなくて、だって一緒にいれるのに0.1秒でもさ目離すのってもったいなくない？ 0.1 秒でも多くシャンシャンのこと見つめてたくて、可愛いシャンシャン、可愛い可愛いシャンシャン、後ろで乙女さんとシルクさん寝てるのも可愛い可愛い可愛いシャンシャン。めちゃめちゃガン見しちゃった。やっぱ 0.1 秒でも多く見てたいからさ、可愛い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 シャンシャン、会いたい。今日からってシャンシャンに会いたい。ハートありがとう。可愛いシャンシャンに会いたい。うん、明日も明後日も明後日も会えないよ。ユキありがとう。俺らと同じようなこと言ってる。一緒、同類です。鬼可愛いねんけど。やばい、止まった。あ、動いた。ユキありがとう。可愛いな、シャシャン。会いたいな、シャシャン。シャシャンに会いたい。昨日なんかメイクしてる時にほんまにシャシャンに会いたくなって、シャシャに会いたい会いたい会いたいと思ったら同じ空間にいるわけですよ。同じ建物の中にいて、え、幸せと思った。牛面と近くで過ごせる幸せ。ハートありがとう。かわいいお前はキョウちゃんに会いたいね。会いに来てよ、キョウちゃんに。だるま、ハート、I love you、ありがとう。だるま、ありがとう。ハート、ありがとう。かわいい。シャンシャン覗き込んでるの、懐かしい。そう、なんか覗き込んでたよな、あれ。なんか反射的に。覗き込んじゃった。ハートありがとう。ちかこさんかわいい。うわ、今日も写真撮れてない、ね、今日全然なんか誰とも写真撮れてないねんな。そういえば、え、何してんだろう。でもね、ゆうゆうさんと写真撮りました。ハートありがとう。ゆうゆうさんとみゆさんとココハちゃんとあずくるっぴーの3人で撮った。ゆきありがとう。今日はね、あとね、めっちゃ珍しくこのあの制服衣装、あの何十回 の青春グローイングの衣装でね撮れた。ユキありがとう。かわいい。ハートありがとう。そう、ゆうゆうさんと同い年だから、ココハちゃんとゆうゆうさん同い年だから、今日同い年が3人いたってこと。あら、珍しい。え、今
かと同じ、あ、さやちゃんとあれだ、はなちゃんだ。ゆきありがとう。かわいい、なんかみんなでキティちゃん持ってんのめっちゃかわいくないこれ。キティチョコ、え、ちゃんとなんかメイクしてるココアちゃん初めて見た。かわいい、大人っぽい。めっちゃ身長高くない？てか姫たんさんと一緒って言ってたよ。そう、きょうちゃん、あのよそ見したら見失っちゃうから、あのよそ見しないでください。ふん、3人同い年って言われとりあえず入ってない。な、同い年って感じしひん。ちかさんにキティちゃんのうちは可愛いって言われた。そうなん、いいな、ちかさんと喋ってて羨ましい。でもね、今日はね、ちかこさんと喋りました。あのリハの時に喋れた、嬉しかったです。168センチってすごくない？大きいね。だってあの11期の最長くーちゃんを軽々しく超えてくるわけですから。くーちゃんは何センチ？ 162 って言ってたっけ？なんかそれぐらいの気がする。162センチいいな、ちょっと162センチ羨ましい。目という日が165？え、高っ、え、待って、165？高っ、ハートありがとう。すごい、今日がどうなるの。くーちゃん2個下え、3個下か、3個下であの身長ってまだ伸びんじゃない？高1やろ、高1ってまだ伸びそう。ひめたんさん、ひめたんさんもっと高いんじゃない？すごい、いいな、身長高いの。今日は158センチか160センチぐらいになりたかった。え、くーちゃん抜き去っていくと思いきや多分リーナ追い上げてくると思います。リーナでももう中3か、今日が中3で身長止まったからな。もう高校でも伸びるか。わーん、かわいいシャーシャンに会いたーい、シャーシャンに会いたーい。やばこれ、スキョウちゃんちっこいから結構意外とちっこいんですよ。155センチってちっぽけなんだなって思いました。リーナめっちゃ身長伸びた、ほんまに。やっぱりえ、てかサックさ身長伸びてない？なんかね、前言ったっけ、言ったかな、なんかサック身長絶対伸びてるなって思った。リーナは伸びてます。アンズとゆうちゃんは絶対ちっちゃいから大丈夫。シャーシャンです。158羨ましい。雰囲気変わったと思ったら身長か、え、身長かな。サックに会いたい、サックに会いたい。サック何してんの今、サック、サック何してんの、サックに会いたいよ。絶対ちっちゃいから大丈夫、確かに。
です。ゆうねちゃんは大丈夫、多分あれです、あんずも絶対大丈夫。シルエットできょうちゃんとあんず見間違えること、え、まあでもね、身長ほんまに同じぐらいじゃない？ゆうねちゃん、ゆうねちゃんは違う、実はゆうねちゃんとあんずが同じぐらいで、きょうかはちょっと高いのよ。ゆきありがとう。え、てか明日か。ねー、今日アーカイブ見ようと。高身長だったら押してなかった。ほんまに言ってる？科学？教えれるわけないやん。科学なんて嫌いとかのなんか数字変じゃなかった、返せぬって感じ。なんか科学好きな人おんの？逆に科学ってさ、あれ理解して授業受けてる人いる？逆に科学の先生めっちゃおもろくて好きやった。名前なんやっけな。科学好きな人いますか？逆に、なんかなんかよなんか理解できひんもの嫌い、なんか理解できるものは好き、科学は理解できないから嫌いです。理系の先生って特徴あるよな、めっちゃ来る。なんか中学の時も癖強かったし、高校の科学の先生も超癖強かった。やっぱそうやんな。あとなんか社会、社会なんて言うっけあれ、なんやっけあれ、シルエットでキョウちゃん分かるレベルになってきた。すごい、キュッピーマスター。何やっけ、なんて言うっけ、昔のやつ、歴史、なんかそっち系の人もなんか超癖強め。でも全員癖強かったかも。数学の先生も結構おもろかった。ハートありがとう。得意科目英語かな、英語なんかめちゃめちゃ得意やったけど、か英語好きやった。あとね、数学も好きでした。中学の社会の先生癖強すぎたから、きょうちゃんに見てもらいたい。え、見たい、気になる。ハートありがとう。授業受けたいな、なんか久しぶりに。授業って楽しいですよね。なんか数学の授業ほんま好きやったな。あ、お城ありがとう。なんかいい匂いする、なんか甘い匂いする。健常、築城か。きょうちゃん頭いいから、ハートありがとう。きょうちゃんこう見えて頭もいいんですよね。じゃ、なんか地頭いいらしい、きょうかって。 MBTI で言うと知らんけど、 MBTI 好きすぎてハマりすぎて、ほんまに教えたいところまで来ちゃった。でも絶対教えへんから言っとくけど。え、そろそろみんなさ、教科の MBTI 当てれるんじゃない？欠点なんてないよ、教科に。じゃあみんな教科の欠点って何やと思う？うざい。うざがらないでよ。教科の欠点って何と思う？あ、分かった、時間ギリギリまで行動できないところ、遅刻癖がある。
仕事は遅刻しんけど友達との約束はもうほんまに遅刻しちゃう。そう、勉強より地頭いい方がありがとう、いいと思う。ハートありがとう、ゆきありがとう。お、エンジン覚えられない滑舌悪い。え、バレてる？もしかして滑舌ちょっと若干悪めなの、バレてるかな。お風呂嫌い、確かに。友人普段、え、めっちゃあるやん欠点、無理ちょっとショック受けちゃった。お城を描くの久々なんですけど、強化の欠点ってなんなんやろ、ちょっとないかも、やばい。糖分取りすぎ、ほんまにやばいかも。滑舌悪いんかな、とバレてた。かわいい、ハートありがとう。え、わかんないわかんない、こうかよよよよよよよ。自分の欠点って何やろう。欠点、私の欠点は、欠点が自分で思いつかないところです。じゃじゃーん、お城ありがとう。ワンワン、お城ありがとう。ラブ。はゆ。欠点気にしててもいいことない。確かに、多分ね、今日欠点はないという結果になりました。しおちゃんに欠点などございません。ほんまなんやろ、片付けできひんところとかかな。まあ結構あるんですけど内緒でーす。サイリウムありがとう、ありがとうございます。こちらこそありがとう。ありがちゅうでちゅう。いや、実際ね、欠点なんて大量にあるんだろうけど知りません知りません。ハートありがとう。ベルマンありがとう。ハートありがとう。いや、ほんまにちょっと、え、待って、あと6分しかない。うわ、 MBTI の話したかったな。レインボースターありがとう。え、共感とさ MBTI のさ相性いいのってなんなんやろ。どんな人が相性いいのかシンプルに気になる。うわ、ほんまにちょっと教えたいな。いつか教えてあげるな。MBTI 一生定まらん。確かに。え、でもね、評価も全然定まってないねんけど、なんかその毎回定まらへんけど、なんか毎回出たやつ、相性じゃないわ、特徴調べるやんか。それで自分の特徴と一番なんか合ってるなって納得できたやつをそれかなって思い込んでる。今日も可愛いキョウちゃん見れて幸せな日でした。よかった、ありがとう。主人公って出たけどアルファベットってとは別なの。なんか大まかに分けたら主人公やけどみたいな感じのこの評価もね、全然詳しくないんですけど。
全然あんま知らずにやってる。今日からもう一回やってみる MBTI。 もしかしたらこれ以上にてか愛かもしれへんし、いやないか、ないか、ワンちゃん愛かもしれないね。愛から始まる人かもしれない。 E は間違いなしですあら、そっか、 E は間違いないらしい。やっぱそうなんや。じゃあ今日がいいエリア絶対だってね。今まで結構何5回ぐらいMBTA 診断したけど、もう全部 E から始まったから絶対愛じゃないんや。ハートサイレンもありがとう。絶対そうか、愛か、じゃあ E か、うんE か、 E 確定です。確定演出です。いや気になろう。じゃあ今度 MBTI 配信しよう、一緒に診断しよう。でその時の結果教えてあげる。それが特徴見て全然違うかったら絶対違うけど、その時の気分によるからな。結構あれ気分によるよな。なんかその時に結構強気やったら強気な回答になるし、なんか弱気やったら弱気な回答になるし。ゆきハートありがとうね。みんなで一緒に MBTI しよう。一緒に答えたいね。ハートありがとう。一緒に答えたいから今日かより先に次の問題いかんといてな。ハートありがとう。もう58分だ。ランキング読みます。13位エゴさん、12位ピンクの女の子、11位うさ、今日もありがとう、ありがとうでしたよ。明日も頑張りますね。ちょっと明日も頑張るので頑張れって言ってください。ちょっとマジで嫌うえー、ちょっと明日も気合で、いや気合でしょ、頑張ります。明日も頑張るので体調直してまた来る、待ってるよ、また待ってるからね。ちょっと頑張ります、気合で頑張ります。応援してて、だから明日も頑張るから、みんな明日もきょうちゃんのこと好きでいてね、お願いしますね。頑張るね。おいちみ、バイバイ。バイバイ。気合で頑張ります。みんなも明日も気合で頑張ろう。明日金曜日か。じゃあね、応援しててね。今日も好きだよ。バイバイ。大好きだよ。バイバイ。アーカイブ見てね。みんなバイバイ。おやすみ。